皆さんこんにちは、たみっきーです。今日はなんと息子が1歳の誕生日を迎えたということで、当日の様子を撮ってみたので、よかったら見てもらえたらと思います。とってもね、素敵な一日になりました。喜んでくれてよかったな。というわけでスタート。皆さんこんにちは。なんと今日は息子の1歳の誕生日です。パチ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 。というわけで、すごいいろんなグッズを購入したので、ちょっとまず紹介していきたいと思います。1年前の私とチェチェくんは、マシくんもコロナ禍で立ち会いはね、ずっとはできてないけど、やっぱりみんな頑張ってた時間です。なので、1歳無事にね迎えられたということで、ちょっと盛大に家族だけでちょっとパーティーしていきたいと思います。そう、なんかそう、最初は友達とか呼んでちょっと盛大にパーティーをしようかっていう話もあったんですけど、このご時世っていうのもあるし、手作り感でちょっと1歳はもうとにかく息子への愛を伝える会にしようかなと思ってお家になりました。でもすごいさ、1歳になって、1歳手前ぐらいからか自我がね芽生えてきたので、もうこれがやだあれがやだ、今僕はこれがしたいんだって、あっちへ行きたいんだっていうね、すごい自我があるので、すごい面白いです。という感じでちょっと紹介していきます。まずはこの辺がね、風船類、ちょっとバルーンで装飾をしたいので、この辺にちょっとブルーのバルーンを買いました。で、今回ね全部 Amazon で購入していて、もともとやりたかったイメージ載せときますね。こんな感じです。はい、なのでちょっとこれを今から頑張って作ろうと思ってます。で、これはヘリウムガスでちょっと自動で風船膨らませられるやつと、この辺は装飾系ですね。ちょっとぶら下げたりするやつ。これもハッピーバースデーっていう文字と、あとクラッカーだったり、これも大きなバズーカクラッカーですね。これはマシくんが購入してました。私こっち、マシくんこっちって、なんかここでもね、やっぱ男の人って派手なのが好きなんだなっていうのが。なんか出てるなって思います。で、あとこれはプレートっていうのかな、なんかその文字をね、自由に貼り付けられるんですよ。これはねお友達がやってて、すごい可愛かったので購入してみました。じゃあ早速ちょっとマシくんも呼んで準備していきたいと思います。イエーイ。というわけで、まずちょっと大きい気球の上の部分の真ん中を今から膨らましていきます。すごくない？こんな大きな風船初めて見た。しかもやっぱさ、大きいからさ、結ぶところもめっちゃ長いの。見て、これで比べたらわかるかな。あ、来た。手伝ってくれるの？一緒にやろう。いきまーす。ありがとう。くれるの？ありがとう。ここ乗せとこ。シュッ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 。これ大きなバルーンだよ。大きなバルーン、大きなバルーン、すごくない？めっちゃ見てる。はいはいはい。やばくない？もうそろそろかな。これでさ、飛んでったら泣くんだけど。ねえ、ありがとう。お花くれるの？ありがとう、ありがとう。優しいお花くれました。まだまだ作りますよ。これどんどこ。こう2人でやってる男同士の。続いてメッセージボードを作ります。やばー。なんか懐かしい、こういうのするの。なんか大人になるとさ、そんなに DIY とかをする機会が減るんですけど、子供ができていろんなきっかけをくれるからありがたい。 DIY は大変だけど、こうやって一つ一つ作っていく過程がとっても楽しくて、出来上がっていくたびにワクワクするんだよね。すごいできた。すごいよね、うん、できました。おある程度やるじゃん。ちょっとです。あとちょっとでちょっとその奥にね、目を刺さない。ちょっとこれつけてね。できたー。で、ここにちょっともうちょっとモリモリさせます。ちょっとマシ君、牡蠣は？牡蠣？なんかフライドポテトばっかり。え？1個、2個、お菓子しかないけど。お菓子じゃなだけじゃないから。うん。まあね、まあなんかお豆腐とかもあるけども。ダイエット用の豆腐と納豆があるから。ダイエットって言った。さっきがなかった。さっきない代わりの買い物すごくない？帰りに筋トレにもなるかな。ああ、なるほどね。そういうとこあるよね。2人でクッキングタイムです。マシ君と2人でキッチンに立つ時間はとっても幸せな時間で大好きです。子供ができてからね、できなくなったことも増えたけど、何気ない時間に幸せをたくさん感じられるようになりました。これがパンプキンです。全部すごい薄味で作ってます。これもね、トウモロコシじゃないよ。これもかぼちゃと豆乳だけで作ってます。で、まあお野菜は味付けしてなくって、これも鶏胸肉と塩麹で、これは鮭で、鮭も味付けしないで、どっちも酒蒸しで焼きました。マウスハンドこんな感じで、はい、特製バースデープレートの出来上がりです。家族みんなで力を合わせてお料理も出来上がりました。息子の大切な1歳の誕生日なので、こうやってお祝いできて本当に良かったな。これも食べてみる。どう？いい。うん。美味しい？よかった。美味しい味覚えちゃったね。という感じで、風船の飾り付けも食事も無事に終えて一安心。どうなることかとヒヤヒヤしたけど、素敵な空間。キジ君、来ました。キジ君、何それ？ほら、何それ？大興奮。何ですかそれは？ちっちゃい子供。はい。ね、すごい熱くない？すごい照らせる。どう？乗ってる。いや、笑顔だもん。嬉しい。プレゼントがあるよ。見て。ここにありました。じゃーん、見てなーい。おーい、まず1つ目。いつもと違う特別な科学体験、バケーションパッケージ。ジェジェ君の大好きなミッキーです。明日からなんとディズニーお泊まり、初めての、私たちも初です、ディズニーお泊まりするのは。行ってきます。イエーイ、やったー。はい、じゃあ次こちらです。赤ちゃんだより。ちょっとこれさ、一緒に見てほしい。ジェジェ君のが主役になった絵本みたいな感じので、そう、パパとママはどうやって知り合ったのって、懐かしくない？チャラーンチャララーン、一生餅。一生餅をちょっとネットで購入しました。で、あとね、職業カードもあります。これでちょっとジェジェ君がどれを取るかやろうと思います。一生餅はね、お米だったりとか、あとお餅でやることが多いんですけど、これこうやってね、名前も書いてくれます。結構重い。これいけるのかな。で、全部セットになってるので、醤油リュックも入ってます。よし、やってみよう。次は職業カードです。はい、行く？パチパチどれにする？やっぱ鏡。おしゃれさんに用したんで。お、用したんで。筆。勉強熱心。おお。でも鏡。ファイナルアンサーでいい？ファイナルアンサー？じゃあちょっと、はい。やっぱ鏡。鏡と楽器？どっちにする？あ、楽器に変わった。表現力豊かに、音楽の才能あり。もうすごい音楽大好きだよね。どっちもなんか理解できる。やっぱ鏡も好き。というわけで、無事に1歳の誕生日を迎えることができました。ちょっとね、今回まあね、ちょっと手作りでできるところまでやろうっていうことで、どうなるかなと思ったんですけど、なんかすっごい喜ぶ顔が見れて、いい思い出になりました。今日はこの後お片付けして、その後ちょっとね、またマシ君ともいろいろゆっくりお話ししたいなと思います。ジェジェ君は眠りました。というわけで、夫婦タイム。1年経ったって感じもしないけどね。早かった。あっという間だったね。なんかつい最近生まれた感じするけど、1年かみたいな感じが正直。やばい、この時ほんと懐かしくない？いやでもほんと1年間お疲れ様でした。そんなお前は1歳おめでとうということで、じゃじゃーん。お前1歳おめでとう。すごい、ありがとう。すごいすごいすごい。ということで、ちょっと大きめの嬉しい。組は元気な黄色ということで、ありがとう。今回は黄色にしてしみました。嬉しい、ありがとう。見て見て、お花ね、嬉しいお花さん。子供生まれてから全然買いに行けなくて。そうだよね。嬉しい、ありがとう。もう泣きそう。1年目おめでとう。ありがとう。誕生日おめでとう。誕生日じゃない。ありがとう。泣いちゃう。ね、嬉しい。嬉しい。ママ1年間育てやすい子だけど。ペコさんはあれですが。はい。おお、すごい。てってる。こんなものもあります。へえ、用意してくれたの。そう。ありがとう。うん。まいしくんも1年生おめでとう。はい。パパママ記念日1年目ありがとう。でも本当に思うのはめちゃめちゃ見てる、親のこと。間違いない。ね。だからやっぱ誇れる人でありたいと。本当に思うのは本当にね、可愛い。確かにね。確かに食べてる。本当に可愛いのやばいね。ちょっと出来合いがすごいしちゃうもんね。いやもう本当マシ君やばいもん。やばいね。超えてこようとしてるから最近。そう寝る前にね必ずね、きちくの顔を見る。顔見てやばいって思ってね。あのね顔可愛いよね。本当に抱っこされてる時のあの当たり前な顔して。俺ラリー乗ってるけどみたいな顔で周り見てるけど、なんか本当だよね。当たり前感すごいな。すごい。しかもさ、なんなら最近さ「お」とか言ってあっち行けみたいな指示出してる。そうなの。「お」とか言って食べていく。いいよ。いや本当にありがとう。ああ思い出す。妊娠するまでのこと思い出しちゃった、なんか地味に私はメンタルやられてたからさ、いただきます。でもよかった、無事ね、ちゅっちゅこも元気で、1歳迎えてよかったね。いや今日ほんとね、無事に1歳迎えられてよかったです。ちょっとね、これからも成長記録と家族のことだったりいろいろ発信していくので、ゆるゆる見守ってください。本当にいつもありがとう。ありがとう。ありがとう。というわけでまた YouTube でお会いしましょう。ありがとう。みんな見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。